聖殿寺は、京都市北区西鴨にある臨済州南禅寺派の諸山の格式を持つ寺である。三号は、吉祥山。二号は、詳しくは、聖殿後国禅寺という。本尊は、釈迦如来。文永五年、東岩尾佐都康安が、市の骨案船を解散として、カラス出川に創建したのがこの寺の、始まりとされる。骨案は、中国からの渡来像で、 文英二年に帰国しているが、東岩尾は死の骨案を解散に勘定したものである。寺は比叡山延暦寺の首都によって破却され、東岩尾は鎌倉の正海寺に移り、同地で賢治三年に没した。寺が再興されたのは公安五年のことである。同年、鴨社の社家、森爪久の援助により寺は西鴨の現在地に移り寺運は交流した。 室町時代には、天皇家、将軍家の帰依を受けたが、応仁の乱の陛下により衰退した。豊臣秀吉や徳川家康の援助を受け復興され、江戸時代には、達中五字を有していた。比栄山を借景とした、庭園小山船前寺、あず岩尾佐都市安前寺法院聖前寺、在安園友前寺、無与手の平鎮前寺、南寺、船川方前寺、吉州川小前寺、蔵春前圧。 全自月草教主善師、ありがとうございます。